ワンワン里親コミュニティ里親ボランティア活動はミッチーナのライフワーク。大竹には常に待機のワンコがやってきます。このコーナーはハッピーワンコと未来のパパママをつなぐ場所、素敵な出会いを応援します。ここではミッチーナはかなえちゃんママ、キリンは次元ママ、そしてハッピーワンコママ代表銀河くんママ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ今回のテーマですが、成犬を家族に迎えるということについて考えてみたいと思うんですね。保護されたワンちゃんって道菜のお家は子犬が多いんだけれども、はい、実は成犬がほとんど、成犬の方が圧倒的に多いですね。昨日もほら、100頭ぐらいいた昨日。70組の頭数は100頭ぐらいいたかもしれないですね。私結構暇だったんで、はい、取材してもらってね、あの里親さんとね、ハッピーワンとの交流会が昨日あって、だからどのぐらいで来たんですかっていうと、ちっちゃい時来た子はほとんどいなくて、大体が1歳だったり2歳だったり、もう成犬になっている、ね、そうなんですね、だから人間でいうところの、まあ、ある程度ね、本当に、大人になった状態で来るわけだから、その人、まあ、人でいうところの人格形成っていうんですかね、そのいろんな習慣とかね、そういったものがある程度やっぱりついてくる子たちが多いんですよね。だから成犬の子を迎えることって、その子の全てをやっぱり受け入れるっていう心の準備が必要、今の状態をね、大切ですよね。で、ね、銀河君も、来た時って何歳だっけ。推定1歳。そうだよね。だからもう1歳だと本当に成人した大人ぐらいだから、そうだよね、ワンちゃんはね、全部しつけは終わってる状態だもんね、そう、なんかそういう状態でね、お迎えした時の、まあ、銀河子も私知ってるけれども、ね、大変なことも苦労もいっぱい傍から見てるとあった、でも大変なことは一個もないんですまあまあ、まあ、大変って思ってないんですけどだから全部受け入れるって決めてるから、どれも大変じゃないのね。苦労じゃないのね。あ、そう、そうですね。苦労、苦労じゃないですね。なんかね、そう、いろんなことがあるじゃないですか。でもそれを一つ一つ乗り越えていくこと、一緒に頑張ることで生まれる絆とかね、なんか感じられる喜びっていうのがきっとあるんだと思うんですよね。でそれで変わっていく、ね、銀ちゃんを見てるのがまたきっとママが幸せだったはず。そうですね、まあ、初めて会った銀河と初めて会った時の、あの思いと今の思いは全く変わらなくって、初めて会った時に、あ、得意なことを見つけてあげようとか、楽しいことを毎日してあげようとか思ってたんですけど、今もそうなんですよ。いい子にしようと思ってなくて、いい子だから、いい子だから、もうしつけをして、待てよ30分できるようにしようとか、全然思ってないんですよもういい子だから、ね、2人目3人目を産んだお母さんみたいな感じ、みんなが、それはね、初めての子じゃなくて、経験した後のお母さんたちの感じよ、どれも面白いんだよね。全てをね、全てが好きだから全てを受け入れてあげようって思って、で寄り添ってあげようって思ったんですよね、初めて会った時に、このこと寄り添ってあげようって。子犬で本当にパピちゃんから来た子っていうのは、ママで子供なんだけど、聞いてるとね、ワンちゃんと一緒になんかどうする、この場合はどうしていこうかって、そうなんですね、言ってる感じが、そうなんですよ。銀ちゃんの場合怖がりなので、僕怖くて吠えるけどどうしようって、どうしようかって感じ、もう2年間もずっと、どうしようかって感じ昨日もね、昨日もダンスしててね、もうあまりにもドッグランが楽しくて、ママの声なんか全然聞こえなくて、マッチの方でね、一人で散歩してる、散歩してたら、もう可愛いの、怖がりなね、銀ちゃんがそんなことって珍しいんだよね。でもそれがママはやっぱり嬉しいっていうね、やっぱり外出て、怖がって歩かなかった子だったので、これは自信さえつければね、お外って楽しいよっていうことをさえどうにかこうにか教えてあげれば、きっと凛ちゃんも外を好きになって、やっぱりお外の散歩を毎日行きたいと思ってくれると思ったので、もうそれだけですね。なのでちゃんと会話してる、そうね、あ、本当に会話ですよね、だからね、
その最初にねママが言ってくださったその寄り添うってとっても生計を迎える時って大切で、あの無理に変えようとすることで歪むことがいっぱいあったり、もともとできてたことができなくなったりっていうこともあるんですよね。でもやっぱりそこは本当全てをその子だと思って受け入れる、で受け入れることで自分も育ててもらう、いや本当そう、そういう気持ちでねやっぱり政権の場合は迎えてほしいなっていうふうに思うミッチーナでございますよ、ね。さあそして昨日も大人気だったキリンさんの指切り現場でございます。なっちゃった今日は、はい、アシスタントのコトブキちゃんの愛犬コナちゃんを、コナ先生ね、コナ先生、ダンサーコナのね、かっこかったね、私コナ先生って呼んでるコナ先生、じゃあコナちゃんはね、すごくねなんかこう受け入れ体制のすごいだから女性らしい子なのね。でね、あのママのことぶきちゃんの望むようになりたい子なの。でそれがそうさせられてるんじゃなくて、もうことぶきちゃんが喜ぶことがすごく嬉しいと思ってる子。だからあの一緒に散歩することももちろんそうだし、あの一緒にねんねすることもそうだし、ちょっと疲れてパートナーってることもじゃあ一緒にとかって言って、とにかく全部一緒にいろいろやりたいと思ってる。そうかもしれない、もう泣いておる、ダメだよそしてダメだって。でも昨日もね本当にね、やっぱり保護されたね、ワンちゃんたちなので、ここに来て幸せなのかなっていうのを全員の方が聞いてた。でもみんなワンちゃんが、そうなの、幸せだからそれを伝えてってみんな言う、ね、でもそれ知るだけでもね、本当にね、ああよかったって思うんですよ、ね、もうしてもしてもしてあげてもいくらしても足りないと思ってるのが里親さんだから、そうだからうちでよかったかなって渡してよかったかなって答えを求めてる、ね、聞くんだなと思って、だからすごくね喜んでらっしゃいましたもんね。ねえ、ことぶきちゃん泣き飯してるダメダメ、行くよレインボーガーデン聞かせて、何が知りたい、教えて、あなたのこと何でも話して一緒に考えましょう。困った時はワンワンマムミチナへアクセスしてね。会えてよかった、家族になれてよかった、知っていただくことで今日も明日も救える命がきっとあります。ワンワン里親コミュニティでした。コメルギーじゃ一応半押しになっちゃった、なんてない、なんてない。